有生体メディアを再生する鬼雲・鬼雲は、クモメコガネグモ科の雲の一種。大型で、ごついクモであり、ふワしには、多数の棘が生えている。全体に強豪な感じを与えるクモ。体長は、メスで30ミリメートル、オスは20ミリメートル程度。背光は、黒か死色から赤葛色。ふワしは、黒か死色でより暗い色の和紋があるが、明瞭さには、個体変異が多い。 廃校は中程度に盛り上がる。頭部と胸部を区切る、首溝、胸部の中心から走る放射光は、はっきりしており、中心部のくぼみである、中川横向き。八眼の内中央四眼が作る四角形は、前辺が幅広く、側眼は両側に遠く離れた位置にあり、前後間隔は短い。上から見ると、前列、後列ともに両側が後にある。 中央四眼と両側の側眼二個はそれぞれ盛り上がった部分になっている。ふわしは強大で、下面に多数の棘が並んでいる。腹部は大きくて、ほぼ三角形をなし、前方両肩にはっきりとした突起がある。腹部背面には養上半がある。これは両肩から腹部末端に波状の縄文が走り、その内側が濃い色になり、 小中線がやや色薄くなって全体としてこの葉の模様に見えるものである。オスはメスの形と模様を小さく曖昧にしたような姿で第二脚形説の末端に針状の突起を持つ。日本では北海道から琉球列島にまで広く見られる。ただし伊豆諸島にはいるが小笠原諸島では記録がない。国外では台湾、韓国、中国から知られている。 人家周辺に見られ、神社や寺院など、建物周辺に多く見られる。ごく普通な種であり、ヤギ沼には、最も普通の鬼雲とあり、朝間他にも、外壁の空間や外壁と植え込みの間に、大きな垂直縁毛があれば、多分本種であると記してある。大きな垂直の正常縁毛を張る。その大きさは、横糸の張ってある範囲で、計1メートルを超えることもある。妖精は、 比較的低いところに網を張り、成長するにつれて次第に高いところへ張るとも言われる。夜に網を張り、昼間は網を畳んで物陰に潜む。が、稀に昼間でも網を張っている答えがいる。ただし、このような日衆活動については諸説があり、例えばヤギ沼には毎夕に網を張り、朝に畳むのを基本としながらも、地域や成熟度、性別によって異なる、可能性や、 あるいは、地域差があって、東北地、また深海には、破損の状態によって2から3日おきに修復するとあり、基本的に張りっぱなしと取れる記述がある。さらに朝間他では、関西では夕方に張り、朝に畳むが、北に行くほど畳まなくなり、他方で、沖縄でもあまり畳まないという。生態が見られる時期は6から10月。産卵は8月から9月末にかけてで、 樹幹や軒下などに汚れたような乱納を貼り付ける。秋に孵化し卵納内で、陽性越冬、さらに10ミリメートル程度の妖体や生体、稀に生体でも越冬する。上実のように、本種は個体変異の幅が広く、一見では別種のように見える場合がある。また、類似の別種もいくつかあり、それらにはかつて鬼雲とされていたものもある。 特に似ているのは以下の種である。これらは外世期では明確に区別できるが見慣れれば退職でも判別は可能である。山鬼雲は色に黒みが強いこと、養生版がよりはっきりしていること、腹部がやや細長いのが判別点となる。野縁鬼雲は不足が多種より短めであること、わ足の各節に多種では末端が 色濃くなっているのに対して、本種では、末端と中間部にも農植部があること、養生藩の縁が柔らかい波状であることなどで、見分けられる。また、本種は、人家周辺に多いのに対して、野縁鬼雲は、里山に多く、山鬼雲は、名前通りに産地に生息する。なお、その他に、褐色系の大型の鬼雲類、例えば別属だが山城鬼雲ネヘスコナスキュラや、 焦げ茶鬼雲へのプンクティジャーなどもかなり似て見える。これらは副部両方に突起が明瞭でないのが判別材料となる。もちろん液中ではあるが喜ばれることは少ない。夕方に家を出ようとして玄関前を網で塞がれているとかなり衝撃を受ける。なお、別名としてヤギ沼は大名雲、さらに古く湯原には金雲、雷雲が挙げられている。 それ以降の本に取り上げられてはおらず、普及していたのではないのだろうが、本種がそれなりに親しまれ、また感読を感じていたのだろうと思われる。また、下手者食いの対象とされ、あるいは薬用とされ、特に健忘症に薬効があったとの記述もあるが、薬効そのものは現実的なものではない模様である。特にこれについて研究されたとも聞いていない。 不用意に手づかみすると、大きな牙で噛まれてちくりと痛むが、痛むだけで重篤になることは、ほとんどない。以下、主として、岡田ほか、P369,P452 尾の辺町、P452 深海、P186 浅間ほか、P40 池田馬場、谷川 P44 やギヌマ、P92 浅間ほか、P40 深海、P186 やギヌマ、 P92 池田焼沼、P92 深海、P187 湯原、P140。ありがとうございます。